その世代が面白いと思うこともやらなきゃいけないんですね。そうそう、メディアに乗るために。あ、どうも。あ、おはようございます。どうすか、見てます。いい感じに仕上がってます。まあ、そうね、この間言ってた感じで、うん、まあ、ベースとかはあれに行こうかな。何が NG かで考えてた方がいいかもしれないですね、逆に。これがいいんじゃないかっていうのもいいんですけど、うん、何が、うん、どういう笑いが受け入れられないかの方で考えていって消していくみたいな、うん、最近で言うと差別的なやつとか、うん、容姿いじりみたいなのってだんだん衰退していってるじゃないですか。確かにね。つかみで結構今まではやってましたけど、うん、まあ、誰に似てるとかいういじりはまだセーフだと思うんですけど、うん、いじりの笑いみたいな。俺は大好きだね、実は。あ、まあそうですね。でもやっぱ客がどうかっていう話ですね、うん、あとやっぱりそのスキルがない人たちが、うん、それを見よう見まねでやっていじめを助長するみたいな。そう、傷つく人がいるっていうのはちょっとそうですね、関係性とかがあるから成立するというか、はい、やっぱ秀逸だと思うんだよね、いじり。そうっすね、うん、愛情表現とか俺は思ってるし、芸人に至ってる。そうだね、それが一般で受け入れられない以上も違うのか。そうっすね、だから、うん、お客さんが笑ってるんだったらそれってある種の正解ではあるんですけど、うん、それが受けづらくなってきている、うん、だからここでやる分だよね、その関係性が見えるっていう、はい、ギリギリのラインだよね。だからでもお笑いコンテストって考えたときに、まあね、それは正解なのかなっていうところですよね。まあ避けた方がいいだろう。オリジナリティ。そうですね。で、前は世代間ですよね。世代間のみたいな話をしてた。してないんじゃない。してない。うん。してないんじゃない。それはしてないと。してないですね、うん。世代間笑いみたいな。ズレの笑いというか。うん、考え方のズレが笑いを作り上げるっていう意味では、りんたろーさんが考えてることと俺の考えてることの正解と正解のぶつかり合いを作るっていうのが、ああ、それいいか。はい、めちゃめちゃ。あと、やっぱ避けれないのはさ、客いねえかもしれないじゃん。はい。なんか、自分のケツまでさ、あそこに生じますよね、みんな。はい。それ、ちょっと変わるかも、雰囲気が。客いないってことは、うん、審査員の好みオンリーじゃないですか、うん、ってなった時に審査員さんの年齢が、うん、大体30代もう絶対超えてるでしょ、うん、審査する人、うん、おじいちゃんもいるでしょ、うん、5、60代に、うん、だその世代が面白いと思うことをまずやらなきゃいけないんですね。そうか、メディアに乗るために、うん、ってことはりんたろーさんが、うん、4、50代の人の気持ちで喋る、うん、ああ。で、俺が10代の人の気持ちで喋るっていう漫才。うん、チャラ男か。50代のチャラ男っす。50代のチャラ男なの？50代のチャラ男。俺10代のチャラ男。じゃあ、出るでいいのね。もう。出る！出も出なかったじゃん。そうなんだよ。寝てたんだよ。だからなんか、M1 を募るやつね。なんで言って、出るか出ないかみたいなやつ。うん、でもちゃんと川島さんとヒロトさんに。あったから謝罪はしといた。すいません、しゃっつって。どういう空気になった？なんか見てないっしょ。見てないけど、イグジット今年出れんじゃね？あいつ何とかってんのみたいな感じになってるんじゃない？いや、なんか、うん、川島さんがそのまあ一人一人に電話したのね。まず、うん、MC みたいなとこ。そう、出る人たちに、うん、おそらく出るだろう人たちに電話して、うん、有力な人たちに、うん、で。どうしますか今年仕上がってますか、ね、会話をしてってたの。その途中で俺に今かけてくれたんだけど、移動中だったのタクシーに、うん、で寝てて電話出れなくて、うん、無視しちゃって、うん、どうしたのって、あ、これしか出ないってなって、うん、でなんかその後になんか折り返しが来たっつって、うんうんうん、
兼近から折り返しに来たっつって生放送中にバーって出たら、うん、中山筋肉だったらしい。めちゃくちゃ盛り上がってるし。あ、じゃあ結果は、そう、結果は俺が出ない方が盛り上がった。中山筋肉さんは英語出るの？いや、なんか出ないっていう方向だったらしい。やばいね。しかもそのあの人マジおもろくない。いや、マジ金かかってると思う。決まってるよね、あの人。やばい。で今年はなんかまあでも、うん、とりあえず出て。そう。アクリル板とかもないの？いや、あるでしょ。絶対ありますよ。だってまあ、吉本で撮ってるじゃん。え？レースの後、どこで撮ったりしたの？マジ？うん。でも、やばそうじゃん。今、増えてるし。うん、こっち、お客さんに対してなんかすんだよ。ここはいいみたいになってるじゃん。なるほど、なるほど、なるほど。でも、どうせディスタンスは撮るじゃないじゃん。はい。だから、それも考えた方がいいですね。アクリル板越し。でも、ただのトーク、その、しゃべくりの合いだったら、うん、関係ないですか、まあ、あろうがなかろうが有利だし、そこはまあ意識しなくていいですよね。逆に、はい、それ用の漫才を作ってくる人がいるのか。でも俺それはダメだと。確かに。だってそれは M1 じゃないん、ね、うん、漫才を決める大会でアクリル板がそもそもないもの、うん、永遠にあるわけじゃないんで、うん、それを生かしたらただの小道具として使ってるんで、俺は下りでも絶対入れちゃダメだと思います。燃えてんじゃん。ちょっとね。ちょっと。どうでもいいんだけどね。どっちで。やっぱせっかくだったらね、うん、夢を叶えたいっす。確かに。同年の試合になってるんだよね。芸人っすか。うん、まあでもやっぱカラスレンコンさんとか来るでしょ。ああ、確かに確かに。あとニューヨークさん。あ、また。でも去年ガチに決めたし。フリート。平場でガチに決めた。あると思います。暑いのはユニバースで。まあユニバースはずっと有力ですよ。今年はだから笑いがないから本当に難しいよね。マジですごいところ来ると思うんですよ、ね、これ一つですか。俺ドーナツピーナッツ作る。おお出た。はい、お前の同期で欲しいドーナツピーナッツ。ずっとおもろいの。はい、大穴。あと湘南パイプキャッツ。東京に、はい、一見お漫才やってないんで。それ隠してる。はい。確かに。ネタバレしてないよ。漫才見てないよ。ネタバレしてないの、ちょっと。ギャラクシーね。ギャラクシー。あ、小沢そもそも漫才やってんの、見たことない。ほんと。どっちで見たことない。ほぼ見たことないよね。ってことは強いよね。ネタバレしてないそう。ずっとインスタライブやってるから。ネタ作ってるかどうかも。でも口は動いてる。動いてる。俺以外は喋れる。はい、下手な芸人をずっと喋ってる。ギャラクシーと湘南パイプキャッツは来るね。2強下手したら2組とも決勝ある。ユーズに行きたいよ、そしたら。舐めてんすそこの席2強取られたらだいぶ減るもん。マジ M1 舐めちゃいけないっす。俺らも簡単に行けるのかもしれない。で、予選投資とも熱そうです。私やらってんのかな、宮下草薙。第7世代が仕上がってんのか。これマジ第7世代上行けなかったらマジで恥ずかしいです。こんだけ出てる、はい、なんだよこいつらって漫才できるのかよって思われますか。忙しくさに耐えれなくなってるってのもある。そうっすね。で EXIT は綾野浩二金丸さんからもらっていくから。ああ、魂の印象ね。魂のあれのおかげでいける可能性もあるよね。確かに、君まろが着てた衣装着てんだけど。君まろって年間何捨てしてんの。なんか染みついてるかもね、笑いが服に、うん、だからもう自然に元々出てくる。下手したらね、うん、で結構ディスるネタ多いから。うん、私がディスり漫才が逆風で。ああ、今やってる人がいないから。そう、まあ時代は繰り返すっていうからな。そうよ。とりあえず君まろの衣装着てるって掴みで言うよ。そしたら審査員が萎縮するから。あ、綾小路君まろパイセンの服で、うん、点数を上げる作戦。あれで出たいな。でもあと、なんでサングラスしてんの。もう帰ろうか。いや、マジ意味わかんないから。サングラスしてんの。取っておいて。うん、マジ。いやはは20 20 え、20 え、ミルフィーユ構造だったんだ。
味噌だメルヒーじゃない、メルヒー状態だったんだね。違う、びっくりしちゃうからさ俺あクイズのクイズのめくりみたいになってるって知らんからさびっくりした、正解はメガネでしたって言われるからびっくりしちゃうからやめてめくりつけ直さいやだから結局ね TikTok とか絶対使った方がいい、世代的に俺が出すんで、で TikTok は知ってるけど、うん、そっちじゃないみたいなスタンスにして、今からちょっと行ってきます。何と TikTok と何が一緒かな、ビデオ。あ、どうも、あ、おはようございます。え、おはようございます。ちょっとはい、ちょっと、いやいやいや、ちょっと、いやいや、すいません、はい、TBS だ。いや、知ってます、知ってます、はい。ちょっとなんか話してましたよね、今ね、なんか。いやいや、ちゃんとありますんで、ほら、こうやって。ありますんで、はい。決勝に行く人なんすか、決勝に行く人。決勝に行く人、おそらく行くっていう話をして。え、ここですか僕らがですか、ギャラクシーと湘南パイプキャッツは固いな。なんで僕ら固いんですか、ってっていやいや。いやいや、そこに肩乗られていいですか、僕ら。いやいや、怖いです、そんな。マジ、どこと何してんの。いや、だからその、実はその、ロート M1 ってやったじゃないですか、うん、第1回目。うん、その2回目で、ちょっとガチな、トーンのお二人の話を撮りたいってことで、ちょっとカメラ隠して、ちょっと。ふざけてたよ。あ、本当ですか。いつもの感じでふざけてたけど、まあ、ちょいちょい、普通の話を。あ、っていうか、はい、ネタの中身話しちゃってるから、全部カットだ。マジっすか。え、その中に僕らが入ってるんですか、決勝に行くってことも。いやいや、どういうことですか、それ。ライバルとして意識しなきゃいけないから。ああ、いや、光栄ではあれですけど、でも。あ、でも、いや、話しちゃっていいっすよね、多少、俺らのコンセプト。で、真似してる芸人とかいたら、これ見てる人たちは、あ、イムジットで YouTube 見て真似してるって、みんなに言ってもらえると、ネタ潰せろ。ネタ潰せろ。パグリーンなんですよ。だから、俺らのそれは隠し撮りしてたと。まあちょっとガチなのをお伝えできるのも YouTube かなと思ったんで、ちょっとすいません、はい、いいよ、直しちゃう、いい、うん、で、パクるからみんな直す以上、ロードトゥ M1 第2章ですね、これね、はい、うわ、行かれたかだいぶ、あそこカットしてんの、ちゃんと正解はどこですか、正解はあるから、途中でりんたろーさんがサングラスめくるっていうシーンあるけど、そこ絶対カットそんなシーンあるの、これ、はい、最後に撮っていった、これ最後のボケだからオチだからね、何グラサンしてんの、お前何グラサンずっとしてんの、いや、グラサンじゃない、いや正解メガネでした今もうやっちゃってるじゃないですかもうやっちゃってるじゃないですか、これを持ってないからなるほどはい、じゃあちょっとこれでちょっと僕編集して、まあそういう風な感じで流すんで、はい、OK、 今後もあるんで、はい、ロードトゥウェイマン決勝に行くのは俺たちだ、チャンネル登録シクルヨルトいいねボタンも押して、おギャラクシーとショーランパックキャッツ2票はまあ硬いだろうな、あとは見取り図さん、カラシレンコンさん、そこに入ってたの、ニューヨークさん、湘南パキャッツのギャラクシーが入ってくるでしょ、見取り図さんは、ね、舐めちゃいかんです、めっちゃインスタライブしてる、2人とインスタライブってどういう、ちょ、インスタライブ戦士の時の部屋みたいな、そうそうそう、めちゃくちゃ強いじゃん、超強いから